黒木岩地は日本のコントラバス奏者。もともとエレキベースを弾いており、ジャズを始めたが、結局クラシックを演奏するようになり、高校3年生からコントラバスを始める。その後東京芸術大学へ進学。在学中から岩手大学管弦楽団の指導に当たっていた。東京芸術大学大学院修士課程修了。2000年から2008年まで。 神奈川フィルハーモニー、管弦楽団主席コントラバス奏者。2009年東京フィルハーモニー公共楽団に移籍、主席奏者に就任。水戸室内管弦楽団、斎藤記念オーケストラ、ジャパンチェンバーオーケストラ団員。1990年から2004年まで、東京芸術大学管弦楽研究部、非常勤講師を務めた。現在東邦学園芸術短期大学。 専属学園音楽大学、昭和音楽大学講師。全日本一家学生オーケストラフェスティバルのトレーナーを務める。映画、送り人の音楽録音に参加した。また、全予約制のディナー付き講座で、作曲家の追い立ちや、曲の紹介、演奏などを行う、イベント、文化人類学講座を、立案、企画している。1700年代制作された楽器を使用している。 2011年3月11日の東日本大震災を受けて所属する東京フィル・水戸室内管弦楽団でも支援のためのコンサートを行ったほか横浜港未来ホールの協力を得てウェブ上で震災支援のためのコンサートを展開した2000年に伊福部明の独唱曲青詐欺の世界初演に参加コントラバス奏者として初めてソリストとして 活動を行い、世界的に成功したゲイリーカーを意識しており、この大きな存在が自分にとっての励みになるから、いかにゲイリーカーを意識せずに超えることができるか、そして自分の演奏を作るかに苦労していますという。兵庫芸術文化センター還元楽団にも客演することがあり、東京モーツァルトプレイヤーズ、パビメントジャパン、ラストラバガンツ東京、 コントラバスフレンズという団体でも活動している。ラストラバガンツァ東京ではリーダーを務めている。ありがとうございます。